皆さんこんにちは。か,かまちゃんで、えー、2023年5月26日に、まあ、日本維新の会と国民民主党が独自案を出しましたと6月9日に与党は維新と国民案をほぼ丸飲みして、うんえー、修正案を出して合意したと。 前回の議員立法っていうのは全会一致っていうのが原則なんだけどまあ結局与党と維新国民民主で合意したものが提出されて賛成多数で可決しましたよというのが流れです。うん、はいはい。さてこうしてまあ今見てきましたけど、うん、あの与党の修正案ね自公、うん、の修正案でも。 トイレとかお風呂はダメですよねっていうのを念頭に入れてこの法律作ってるんですよね。うんうん、でさらに維新と国民の最終成案であの前々回の時にお話ししたあの12条が加わったわけですよね。うん、全国民が安心して生活できるようにっていう文言が加わったわけですよね。これ何の不満があるのって話でね。うん <laughs> <laughs> 抑止に抑止を課されてる、うん、法律。うん、でだから結局あの前最初の最初に言ったように当事者にとってどうでもいい法律だし、うんまあ、私もあってもなくてもどうでもいいと思ってるし、うん、で反対する人たちにとってみる人はんでこの法律に当事者が反対する人たちですよ、うん、にしてみたらこんな生ぬるいものは困るって言ってるんですよね。<laughs> <laughs> だから当事者はほぼ100%どうでもいいと思ってるし、うん、反対だったりする <laughs>、うん、<laughs> いうような法律なんですで。だけどさっきも言ったようにトイレ問題とかお風呂問題とかそれからまあ全国民が安心して生活できるって考えれば、うん、ぜひ皆さんは武器として使ってもらった方がいいと私は思います。うんはいで 結局ね、あの、面白いのがね、反対してる人たちの Facebook とかね、X とか見たら、安倍総理、安倍元総理が反対してたっていう人たち多いのうーんああ、ぁ、見たいな感じでしょしてたんですかさあ。と<う> <laughs> い,いうのはね、フ <laughs> ンなんかはね、うん、安倍総理に私は直接聞きましたと。うん、理解増進法は 反対するって私は言ってるのを聞いてましたみたいなとこで言ってるのね、うん、で、うん、でもさって話で、うん、2017年の自民党のマニフェスト、うん、あの公約集には理解増進法を作りましょうみたいな成立を目指しますみたいなことを公約で書いてるんですよね、うん、その時の総理総裁って誰ですか誰ですか軽蔑でね <laughs> <あ> <laughs> そんだよねみたいな、うん、いやちょっと待っててだからいや安倍さんがね心の中でどう思うかそれは自由ですよ、うん、だけど口に出した時点で本当に出したならよ総、うん、総理総裁が公約違反したって話でしょっってなってなくるでしょ、うん、で保守の人たちって安倍さん大好きなんでしょと、うん、安倍さんが公約違反したっていうことあなた安倍さんをバカにしてるってしかなんないでしょこれまあ反対してたらそこを載せないですよねね <laughs> ねうん だからよくわかんないんだよねって。で、結局。こんなね、自民党総裁議事公約して、公約違反してたとおかしいし。うん、で。あの、よくね、幕末なんかに。あの、鎖国は権現様の祖母って言ってたのよね。権現様の祖宝ってどういうこと。権現、うん、様っていうのは、あの。家康の,のことね。ね東証大権現。家康、うん、様。要は家康が。鎖国を。 あのしたんだからだからそれは家康様から時代からのあの法律なんだっていやそれおかしいよね。イエス家康じゃないじゃん。<laughs> そもそも教科書でミ光って習いましたよね。ね<え> <laughs> だし。 そうだし、家康自身は、朱印船貿易なんかやってましたし、うん、自分は、メガネかけてたり、洋時計とかを置いてたり、うん、タバコ吸ってたりしてたし、うん、で、全部それ海外のもんだし、うん、クナオタン東照宮に行ったら現物置いてあるし、うん、っていうように、何が根源様の祖宝やねんって話なんだけど、ね、で、あとは、あの、ヤンヨースンね、うん、あの、ヤエツの語源になった人ね、うん の人なんかも結局親善貿易で東南アジア行って、その帰り道に溺死してるんだよね。って話でね。うん、だから普通に外国人ね。三浦安人なんか有名だしね。うん、どこが音源様の祖母やねんなんだけど、ね、<laughs> もう基本的に安倍総理のご祖母なんだよね。うん、この人たちにとってみてね。うん、何なんだ？それはって話になってきて。うん まあだから、まあだから、それこそでこれこそね、あのジャニーさんの時の話じゃないけど、死人に口なしなんじゃねえの、本当に思うし、ねうん。逆の意味でね。そうそう、逆の意味でね。うん、安倍さんを都合をよく利用してるだけ。そうですね,ね。それ一番安倍総理にとって失礼な話なんじゃないの、うん？言ってか言ってないかわかんないですもんね。そういうことなんですよね。うんうん、なるほど。はい。というわけで。 まあね、理解増進法に、まあ、反対するのは自由ですよ。うん、本当に、うん。別に賛成しようと言ってるわけでもないし、うん、私も理解増進法、すべてがすべていいと思ってるわけでもないし、うん、障害者の今、差別解消法ってあるけど、あれだってもっとは理念法から生まれて、あの障害者、えー、基本法か。うん、が、理念法だったものが差別解消法っていうのが生まれたっていう経緯があるんで、うん、これも LGBT 理解増進法っていう理念法から、 今後、あの、解消法が生まれる可能性もゼロじゃないんですよ。うん、だから、警戒をするなとも言わないし、うん、で、それから抗菌中傷とかっていう可能性だってゼロじゃないんですよ。うん、だから、警戒はしてください。うん、ただ、正しく警戒してください。うん、こんなデマ流して警戒したって、何にもなんない。逆にこんなものね、それこそ差別解消法とか作りたいっていう人たちにとっては、それこそ攻撃材料にしかならない。うん、うんうん だから自分で自分の首絞めるようなことだけはやめてほしいし、うんで、あとね、最後にね、私はね、あのー、ああいう抗菌中中なんかあんま詳しくないんでね、<laughs> どうやって調べるかもよくわかんないしね。うん、なんでね、ぜひ皆さんの中で、あの、我こそ LGBT のひ暇かねになるっていう人がいたらね、まあ、教えてください。<laughs> <laughs> <laughs> っていうことでよいでしょうか、はい。はい。 じゃあ、みんながね、日本国内の全員がね、うん、幸せになれるように、うん、条文よく読みましたかね。はい、はいお願いいたします。<laughs> はい、じゃあまた次回もよろしくお願いお願い,いたします。